まして、こんにちは。去年それで最強前線です。本日披露いたしますのは2024年度演舞最果て。演舞のテーマは輪廻転生です。京都府宇治市にある平等院鳳凰堂は永遠の安寧の地、極楽浄土を表現しています。極楽浄土と対をなすのが陸道輪廻と呼ばれる苦難にあふれた6つの現世です。体育に宿った魂は陸道輪廻でもがき苦しみ、あまたの転生を重ねて極楽浄土を目指します。その魂に裁きを下すのは閻魔大王。現世と極楽浄土の狭間を生きる閻魔大王に御霊の願いは届くのか、はたまた無限に落とされるのか。それではよろしくお願いします。審判の時裁かれ巡るは輪廻。審判の時、裁きは許しよ。